まっチャンネルです、今日はですね、電車でゴルフということでダイナミックゴルフ茂原さんまで、向かってます。電車で1時間半ぐらいですかね、はい。でこちらね、午後3時から、ショートコース9ホール回り放題で2200円というプランがありましたんでね、こちらぜひ体験してみたいと思います。今回はね、歩いて30分ぐらいあるそうです。200ヤードのホールがね、1ホールだけあるんで、比較的長めのコースが多いですね。150以上のコースがいくつかあるっていうね、ちょっとアプローチの練習をしたいと思ってまして、新たにね、ちょっと60度のウェッジを買ったんで、こちらの試し打ちと合わせてやっていきたいと思います。いい運動になります。ああ、ファミマあった。コンビニありますね。とりあえずファミマでおにぎりとお茶ですね。あとガリガリ君、とりあえず、まあ、2キロあるんでね、ゆっくり行きましょう。うん、決めるね。なんかゴルフ場の旗みたいなやつが見えてきたけど、あれかな。思いのほか綺麗だね。本当のゴルフ場みたいだよ。どうもこれ中だね。めっちゃ大回りだ。こーらいかんな。ちょっと入り口をね、間違えましたね。やっと着いた。ちょっと遠回りしましたね。これまっすぐ行ったところがゴールです。ボールカードありますけど、こちらでよろしいですか？あ、そうですね、それ大丈夫です。1枚だけで。あ、1枚で大丈夫です。5700円になります。はい、これはいいね。ホール、ああ、ありました。まあ、40は切りたいかなって感じですね。はい。第1ホール、100ヤード。綺麗だね、芝がね。大丈夫、スタートしました。なんだかな。超えちゃったかな。いいね、この60度マジちょっといいかもよ。いい感じで寄ります。2番ホール60ヤード、いいね。前も後ろも誰もいないのが最高ですね。あー、トップした。あー、弱い。
番ホール池越え150ヤードです。すごいね。よし、これだ。バンカーの右だ。オッケーオッケー、バンカー越えて乗せたいですね。あ、距離感が分かんねえな。惜しい。はい、まあ、ちょうどいい。バンカーの練習になるんで。第4ホール70ヤード。なんか川みたいなのがありますからね。ゴロだと落ちちゃうって感じかな。あ、超えちゃったね。1周目で当たりをつけましょうかね。でも本当にいいアプローチの練習になりますね、これ。5番ホール200ヤード。この時のためにね、ユーティリティを持ってきました。150ヤードぐらい飛んだってことですね。はい、じゃあここからグリーンでやっていきます。6番ホール145ヤード。これはね、通常なら7番アイアンだね。ちょっと今日持ってきてないんで、6番で8割方で打ちます。ショートコースだけど、横も広くて、本当のゴルフ場でやってるみたいですね、これ。すごい。チップインするかと思ったね。7番ホール90ヤード。グリーンの向こうに池があるそうなんで、手前だね。まあ、グリーンに乗せるのが一番いいんだろうけどね。ちょっと手前。1番ホール165ヤード。ちょっと軽くユーティリティで打ちます。もうキック打っちゃうよ。9番ホール120ヤード池越え。池のすぐ向こうがグリーンですね。ああ、すごいすごい。でかい声がいる。めっちゃギリ止まってるわ。一周お疲れ様でした。これだけ池があってね、ボール1個もロストしてないのは、まあ、優秀です。はい、2周目頑張ります。1回目ちょっとひどいですね。3885635744で49っていうね。2周目でちょっとこれを下回りたいですけど、まあちょっといいところもありますよね。パーが2つとボギーが1つということで、ちょっとこれを増やしていきたいと思います。意外に隣のコースに行った気がするんだけど、マジか。
ということです。おお、1.5メーター、2メーターぐらいかな。バーディーがお預けです。あと2周目スコア最悪だったね。3周目ちょっとね撮影をね一回中止して、ちょっと集中してね一周回ってみようと思います。3周目6番ホール1オンです。145ヤードバーディー取りたいね。ナイター点灯しましたね。こちらのショートコースはねナイター設備があるんで9ホール全部20時までいけるみたいですね。だからあと1周できるかなって感じですね。9番ホール池越え3周目よいしょ、いった。3周目最後ボギーで、41位ですね。だいぶ縮んだんですけどね、はい、あと一息もう1周したいです。すっかり夜になりまして今4周目なんですけどね、ちょっと曲がるとねもう照明が当たってないんでボール見つかんないですね。なので非常に難易度が上がってるっていう状況で、8番ホールあと2ホールですね。165ちょっとねユーティリティでティーアップして買ってましたですね。やっぱね、この夜のゴルフはね、ボールなくす覚悟でやんなきゃダメだね。普通より全然見つかんないですね。いいです。ということで本日はダイナミックゴルフ茂原店、ショートコース回り放題ですね4周しまして、3周目と4周目が41ということで、でバーディーチャンスがね2回ほどあったんですけど、今回も取れなかったと、いつかねちょっと初めてバーディーを取る日をね夢見てまた練習の方しっかりやっていこうと思います。はい、本日はご視聴どうもありがとうございました。バイバイ。